田村はこだわりを持って作りました。2023年9月より女性誌ボスのレギュラーモデルを務め、その美容への熱きこだわりから新たな女性ファンも急増中の櫻坂46田村ほの。彼女のセカンド写真集が2024年10月22日、本人のバースデー翌日に講談社ボス編集部より発売されることが決定した。視聴者に癒し櫻坂46の2期生メンバーであり、ラビットや有吉などのテレビ番組にも数多く出演。その本話化した存在ら視聴者に癒しをもたらし、さらに幼稚園から始めたバレーボールの知識と経験から、スポーツ関連の分野にも進出している。柔らかな関西弁も相まって、見る人すべてを骨抜きにする田村ほのの約3年ぶりの待望の写真集だ。ロケ地はなんと写真集の聖地、サンタフェ。ニューメキシコ州の荒野や赤土の岩を背景に見たことのない田村ほのがそこにいる。セカンド写真集のお話をいただいてから、どのような写真集を作りたいのかいろいろなイメージを膨らませ、チームの皆さんと今だからこそ作りたいものを共有し、こだわりを持って作りました。一作目とはまた全然違っているので時が経ったことも感じていただけると思います。初めて訪れた場所ですが、広大な自然に圧倒されました。その素敵な雰囲気もぜひ味わってみてください。昔から応援してくださっている方も、最近知ってくださった方も、まだ出会えていなかった方。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。